家にある、うん、一番恥ずかしいもの。恥ずかしいもの、いいね。そんなんだろうな。ちょっと俺あるんすよ。わかんない。用意してないか、なんか手元に。ずるい。恥ずかしいものはちょっとずるいよ、先に準備してたのは。ごめんね、これに関しては準備してたの。ちょっと見えるかな。まあ、何これなんだけど。ん？何それ？何それ？何それ？怖い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 。大丈夫それ？男には馴染みあるもんね。大丈夫か？怖いんだけどそれ。大丈夫？すごい量あるじゃん。すごい量ある。ない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 それ。何？なんで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 ？なんか何を想像してるかわかんないんだけど。うん。え、決めちゃうの今？これあれ？ん？何それ？え、あの手袋なの？手袋。マナーだよな。マナーだね。え、何を考えてたの？うん、逆に何を考えてたの？危ないな。コウスケとラヒーはね、本当にすぐコンドームだと思っちゃうからね。いや違う違う。危ないんだ。なぜこんなにこれがあるかと。いや確かに。あ、確かに。あのお風呂のさ髪の毛溜まったりしたらこれで取ってんだ俺結構。ああなるほどなるほど。でいちいち買うのめんどくさいからまとめて買っちゃおうと思って買ったのよ。うん。うん、それ母さんがちょうど家に来てた時でこれ届いたのが。うんうん、で母さんが箱開けて、うん、見て、うん、あんたちょっとってなってあんたなんでこんなにこれ買ったのって俺普通にめっちゃコンドーム買ってるやつだと思われてでもなんか俺あんま面白くできなかったから次の人すげえだろうな